皆さん、どうも、今回の動画は、アニメに VTuber が出てきよったっていう問題についてだよ。毎度ながら、冒頭で、動画の中身がわかる、親切設計、メインチャンネルのレビュー動画じゃ、絶対にでけへんな。2021年夏アニメの、探偵はもう、死んでいるという、作品で、VTuber が本人役で出るってニュースが出たんだ。本人役って、どういうことなん？文字通り、アニメの本編に VTuber の、夏色まつりさんと白神吹雪さんが出るみたいなんだ。おそらくは、ちょっとしたシーンでだとは思うんだけどね。まつりちゃんとふぶきちゃんが出るんか。私、まつりちゃんは好きやで。でも、本編に出るのはどうなんや。このニュースが出た後に、いろいろな意見が出てて、素人は出るな、とか、VTuber 出すな、みたいな批判的な意見が結構多かったんだ。本人役で、どういう形で出るのかはわからんけど、過去の事例を持ち出すとね、VTuber たちが集まったバーチャルさんは見ているっていう悪夢みたいな学園祭レベルのアニメがあったんだけど、みんなもう忘れとったやろ。ほらご覧、このキービジュアルの中に映ってる VTuber たちの中にもういない人たちが。まあ、作品の良し悪しはとりあえず置いておくと、この作品は VTuber 主体のオリジナル作品だから特に問題はなかったんだ。リュウさんはこの作品はアニメじゃないって言っとったけどな。おそらくみんなが懸念してるのは賢者の孫みたいな感じだと思うんだ。何かやっちゃってましたっけ？この作品のエンディングを本当に無名の VTuber が担当したんだ。6話は本人映像のエンディングにもなって、声優として作中のキャラを演じてた。聞くに応えないレベルの演技だったよ。ご利用し感がすごかったんやな。このレベルでやられたらさすがに引くわ。ただ今回はそういう作中のキャラを演じるんじゃなく、あくまでも VTuber 本人として出るから、賢者の孫ほどの悪夢にはならないとは思うんだ。クレヨンしんちゃんの映画における、旬を少し外れた一発や芸人が、本人役で出るみたいなもんやな。原作改編で出すのかなって思ったんだけど、なんか作者書き下ろしの SS に、すでに、この二人が出ているらしいんだ。なるほど、すでに原作の段階で、コラボしてて、原作者も VTuber 出した、シナリオを買い取るってわけやな。うん。これでわざわざ VTuber 出すために原作を改編してオリジナルシーンを追加するなら確かに色々問題だけど、 VTuber の2人がアニメに出るためのお膳立てみたいなのは原作からすでにやってる。ということはバーチャルさんは見ているみたいな素人学園祭みたいやったり、賢者の孫みたいな悪夢みたいなことにはならへんってことやな。うん、こういう話題が出ると私のところに DM やマシュマロでどう思いますかってのが結構来るんだけどさ。ご意見番扱いやな。今回はおそらくちょい役で本人役だけど、例えば賢者の孫みたいに声優として作中のキャラを演じる場合、私が気にするのは演技が上手いかどうかだけなんだ。ま、結局そこよな。ぶっちゃけ声優って名乗ってたり、そういう肩書きがついてるのにとんでもない演技をする人も稀にいる。新人声優さんの中にたまーにおるな。演技の上手い VTuber と演技の下手な新人声優なら私は VTuber を選ぶよ。だから結局は出るのはいいけど演技力は大丈夫なのかなって問題だよね。でも VTuber なんて常にキャラクターの皮をかぶって演技しとるようなもんやし、大丈夫なのでは？それを言ったらおしまいだ。